はい、お久しぶりでございます。ベニチャンネルです。ということで、しばらくシラフチャンネルが続いておりましたが、おかえり、うん、ずっとかなちゃんは編集してくれていましたが、どうでしたか？疲れてます。まだ今撮ってる現在まだ編集中なので。だって、水曜日と土曜日と18時で上げてたから、うん、結構頑張って働いてる、ね、頑張って働いてる。ものすごいデータのやり取りしてたもんな。2月いっぱいはうちの和楽器バンドの町屋さんとギターと三味線と歌歌いながらフェリーとか乗ったり、うん、車運転で北は北海道から北九州まで行ってね、うん、全20公演毎日ライブをやっていたんですけれども、はい、なんか初心に戻ってって言ってましたけど、初心でもやったことないことをこの年になってから初めてやるっていうのはやっぱり大変エネルギーがいることだなと思いましたけれど、自分の血となり肉となりすごくいい勉強になったんで、またちょっとそういう時間ができたらシラフも続けていきたいなと思っている次第でございます。解散じゃないですもんね、また結構。そうね、なんかこのまま終わるんかなみたいなノリもあるけど、たまたまそのね、和楽器バンドの活動がちょうど2月3月ってほら、うん、だいたいちょっとこうお休み期間に入るんで、まあ、その期間でなんかできひんかなっていうところで、じゃあ1ヶ月間ライブしようよっていうので爆誕したんで、またそういったお休みができたりとか活動していく機会があればやっていこうと思っているんで、その時はぜひぜひ見ていただければなと思っております。あとね、あれよ、あのやっぱ新解釈民謡する、民謡をギターとコーラス入れてやるっていうのが非常に新鮮で面白かったですね、ちょっと今回箱をね公開したのが2週間前とかそんなんやったんですよ。だから見に行けなかったっていう人も結構いて、そういう人たちにもまた見てもらえる機会があればいいなと思ってるんで、必ずまたやりたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そんな1ヶ月間の疲れももう癒えまして。癒えた？でも最近忙しそうよね、また。それはね、なんかまた別件で、タル募金プロジェクトとか、もろもろ個人的にちょっとラジオのパーソナリティとかでお話いただきましても大変ありがたい限りなんですけども、そういう活動もいろいろやっていこうと思ってるんで、忙しい間が花ですね。そうですね。頑張ってやれる限りは楽しくやっていこうかなと思ってまーす。かなちゃんも久しぶり。出てくるの久しぶり。元気してた？元気ではない。元気って言おうよ。だからさっきから嘘つけへんから。いや、嘘つけへん、嘘つけへんもんな。正直に言っちゃうもんな。元気じゃない。忙しい。忙しい。ありがたいことに求められるうちが寝不足で寝不足でとか言ってね。やっぱな、睡眠と食事がやっぱ大事やから、大事。みんなね、ほんま睡眠と食事はしっかりとった方がいいですよ。本領を発揮できなくなるから。はい、そんな感じで。シラフの全国ツアーのシリーズの最後にベニちゃんの感想も入ってるので、それ見てない方はそこもぜひ見ていただきたいな。個人的な思いとかもね、いろいろちょっとお話入れてるんで、そこをまあまた見てもらえたらと思います。また通常のベニチャンネルに戻ってきましたが、ベニのソロ活動の第一弾じゃないか。そうね、今後の活動。いや、もうほんまにね、ずっとやりたかったんけど忙しくてね、全然これ第二弾ができなかったんですよ、もうマジで。はい、来ました。ベニアロマ、皆さんお待ちかねの第2弾。イエーイ、第2弾来ました。いや、でもね、第1弾の香りもね大変ご好評いただいてて、追加で去年の年末でした、追加発注で出したのって。白熊市仕事してる。今調べてるんです。調べてるんです。携帯いじってるけど、白熊市もうね、ほら別案件が多すぎてなかなかこうね反応遅かったりするから心配になるんですけど、調べてるよ、調べてる。まあでもやっぱそろそろ新しい香りを取りたいよねというところで、ずっと水面下で木露さんとは話を進めてきたんですけれども、ついにブレンド会やってきました。やってきました。はい、前回のブレンド会バリ散らかってたの。散らかってた。もう記憶ないわ。あれ去年？え、違うか、もっと前。あれ去年？あれね、一昨年だね。一昨年か。一昨年に第1回ブレンド会をやってるんですけども、全然関西人2人寄るともう話それて、なんかちょっとね。なんでちょっとちゃんとブレンド会今回はやっていきたいなと思ってるんですけども、はい、今日はね、実は木露さんの社長さんにも来ていただいてます。専門的なこととかは社長にお聞きしたいと思っておりますが、準備はよろしいでしょうか？はい、はい。
はい、あのこっちにあるのがスタメン。これが蛇腹、赤松、赤松で黒文字。黒文字はあの前回京都ロケ行った時にもね、村山さんのところの敷地で見せていただいた。はい、北山杉、はい、ヒノキ、そしてユズ。はい、来ました、ユズ。ユズ来ました。そしてですね、はい、今回新しいメンバーが参入しました。ちょっと参入しまして、和ハッカ。はい、京北町で育てられているハッカだそうで、この時期おすすめということで社長の方からおすすめいただきまして、ちょっと香りを嗅がせていただいたら、とってもいい香りで、すっきりと自然な香りがするんで。どうした、たいなと。あ、今今今今白くまし、なんかそういうの突然発動するから。ちょっと、はい、どうぞ。今、あ、すごいお風呂の匂いがする。え、それは気になる。それカットかな。ハッカやろ。あ、あのすごい、でもほんまに自然のお風呂じゃなくない。これは高級な雨とかじゃない。うん、もうカットでいいよ。ハッカキャンディー、ハッカキャンディーの味がする。味が違う。ちょ、みんなしっかりして。みんなみんなしっかりして。京北の村山社長が農家さんから買い取ってっていう、はい、なんで北山杉だけじゃなくて農家さんとか循環する形でいろいろやられてる中にそのハッカがいて、今回そのハッカいいよっていうので届けていただいてっていう感じで。なるほど。なんか嗅いだことないようなハッカの匂いだって。甘いような。あ、ちょっと甘い、ね、そう、ツンってこないよね。いや、多分だからすごい自然な香り。初めて嗅いだ。あ、いい香り。ということで、何？なんて？特殊な品種とかではないんですか？特殊な品種とかではないんですけど、やっぱあの京北町の地下水使って大自然の中で育ったんで空気もいいですし、うん、そういう環境要因は多分あるんじゃないかな。いや、あとはやっぱ蒸留法って大きいですよね。水蒸気で一滴一滴取っていくっていう、あのこだわった製法で作ってる発火なんで、うん、はい、あのぜひぜひ京北町の畑で作ってるんやったら今回採用したいなと思って、この和発火を推していきたいと私は思っております。私が使って、でまたそのファンの方々も使ってくれたら、それすごい、あ、最高です ね。うまく伝わればいいなって思ってるんですけども。ということで、私の中ではちょっとこれ和ハッカはギャン推し、ギャン推し。でプラス、はい、これね、お花系の香りです。私が好きなお花類を集めてみました。カモミール、ローズ、ゼラニウム、ラベンダー。ラベンダー大好き、はい、イランイラン、イランイラン大好き。ラベンダーとイランイランは私の部屋の匂いです、うん、でもわさびが私の部屋に来ると外国人の脇の匂いがするっていう。じゃ、外国人の男の匂いがする。あ、外国人の男の匂いがするって。多分それ混んでないよね、外国人。それこんなことないです。ゼラニウム、ゼラニウム、ゼラニウムもすっごいいい香り、大好き。え、まだこれも。ちょっとなんかさすがの感じの疲れが出てますね。はい、ローズマリーぜひ持ってきていただけたらということで用意していただいたんですけど、はい、2種今回作りたいなって思ってて。ハッカはどれとも仲良くすると思うんですよ。花とハッカ混ぜちゃっても問題は。あ、全然。え、ハッカって花ですか？ハッカは葉っぱです。葉っぱか。じゃあ、ハッカは2種両方に入れて、木の香り系と花の香り系っていう感じで分けるのはどうですかね。いいと思います。いいと思います。まずは和ハッカから一滴ポタッと、ちょっと練習も兼ねて。これは、あ、危ないんですよ。2滴とか3滴とかドバドバっとくるんで。45度くらい。はい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 。木系からじゃあ、前回かなさん的にはヒノキ推し。私ヒノキ推しですね。なんか一個一個嗅いでもう一回思い出してもらった方が。もう一回ちょっと、じゃあみんな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 、おのおの好きやりなさい。あ、懐かしい。あ、鍛えますね。懐かしい香りがしますね。田舎思い出しますね。あ、コーヒーは今日。あ、あったわ。はい。あ、黒もでやっぱりいい香り。やっぱり私ね、蛇腹。あー、蛇腹、赤松。一個ずつ選ぼっか。私は蛇腹。うちも今蛇腹って思った。なんかハッカの飴と蛇腹の飴混ぜたら美味しくないと思って。あ、そう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 。ちょっと柑橘系のが、うん、じゃあ一旦これ入れてみよう。うん、ほら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 。なんか混ざり具合が不思議な飴できやがったぞ。ハッカ買ってへん。ハッカの甘さが買ってる。もう二蛇腹。はい。ハッカってやっぱ結構出てきます、ね。あ、いや。ハッカ強。最初にハッカが降ってきて、蛇腹ってくる。主張はそこまで強くないかもしれない。まあ後味蛇腹って感じ。転校する子が欲しいよね。赤松はね、ちょっと同じタイミング来ちゃうから、うん、そう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 、下がってる。今回はちょっと違う。ビーカーいっぱいあるんで、いっぱい失敗して大丈夫です。確かに。だからこれと同じ配合を作っとけばいいんじゃない。もう一回さ、2パターンぐらい作ればいいんじゃない。あー、鍛えますよ。
黒文字はちょっとこの柑橘の感じが蛇腹と喧嘩するような気もするな。蛇腹とだともしかしたらちょっとこの2つを1個ずつ今これ同じ状態ですね。早っ。こっちが北山杉。じゃあ私ヒノキ入れちゃうよ。はい。あ、はみちゃいた。ごめん、2滴入った。大丈夫。じゃあ同じ状況。あー、はい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 。フレッシュって感じ。フレッシュ。そっちヒノキです。ちょっとマイルドね。マイルドですね、こっちの方。こっちなんか、花粉症に良さそう。あ、でもなんか、私これぐらいマイルドな方がいいかも。うちもそうやな。アロマとしてやったらマイルドの方がいいかも。こちらのメンツで決定戦でーす。指差ししようか、一緒に。こちらが北山杉。はい。はい、ヒノキ。はい、一斉ので。はい。はい、はい、じゃあヒノキです。蛇腹、ハッカ、割と柑橘の感じが強めなんですよ、うん、で、ハッカのスッとした香りが先に来てヒノキでマイルドな感じになるのがすごいいいなって思った、うん、はい、ということで社長、ヒノキが2ですね。ヒノキ2ですかね。いや、1の場合は2入ります。はい。で、蛇腹4。蛇腹4ですね。はい。ハッカが2です。2で、はい、いかがですかね、はい、いいっすね。上手だと思います。、うん、1個目の香り決まったんですけれども、はい、次はベニおすすめの花の香りを入れたいなと思ってるんですけど、うん、私的にはやっぱイランイランは自分の部屋の匂いなんでぜひ使いたいなと思ってるんですよ、うんうんうん、ちょっと発火かっちゃうかもしれないんで、うん、イランイランベースにしたかった。そうですね、発火強っ。さあイランイランもう1滴とかもう2滴入れてみる。発火しかなかった。イライラ2滴ぐらいいこう。あ、うん、いや、発火強ない。あ、強いっすね。イランイランいる？僕はイランイラン今結構感じました。で、イランイランいるね。いる？フレッシュな一番多分鼻をしてると思うけど、うん、今な。え、めっちゃいるイランイラン。あ、そう、うん、じゃあいいかも。イランイランはハッカーときまして、ここにちょっと柑橘系入れたいんで蛇腹入れてみたいと思います。1、2、あ、ちょっと、おー、なんかアメちゃんみたいな香りだった。どう？うん、あの柑橘とイランイランと発火と、うん、いいバランス。発火とイランイランと柑橘って新しいですね。うん、どう？とあのあなたが好きなローズゼラニウム。これね使いたかったんですけど。一回やってみて。あ、もうトーナメントすれば。トーナメントします。これローズゼラニウムは結構香り強いんでとりあえず1でいいと思う。あなたは何をやってるの？ B か押さえてるの？うん、押さえてんの。さあ、このローズに、はい、発火一滴が一滴いってるかな。はい、もう発火やわ。あー、なんやろな、これちょっと時間欲しいかも。発火って言うの、うん、これを白クマ氏に買わせてみて。香水みたいだね。あ、香水みたいだったもん、うん、いい、いい。あ、あ、貴族の香水みたいな、うん、貴族の香水みたい。さっきとの香りと対比させるんやったらこれぐらいでもいい、うん、いいなと思いました。じゃあ決定戦します。うん、うん、じゃあいくよ、うん、一斉のせ。ちょっと分かれるな。これはなんか女の子の部屋って感じやからおじさんにはバレかもしれない。いや、そうそうそう、いやっていうのを考えたんですよ、うん、そのうちの視聴者層を。そうそう、やっぱ見てくれてる方々のやっぱ年齢層とか性別を考えた時にやっぱ中性的な香りどっちでもいけるんやったらかなって思ったんですよね、うん、だからこれはもう女子かなっぽい、女性っぽい。この部屋する女モテそうみたいな。そう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 、そんな感じ。視聴者そうのこと考えてちょっとこの方がありがとうございます。みんな視聴者そう考えて。いや、あとはやっぱり私が推しの香りっていうのがあるんで、イランイランが使わせていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。いいと思います。はい、じゃあ、あの2つ目はイランイランを6滴も入れた、はい、香りになります。イランイラン6に発火1、蛇腹3ですね。3です。はい、とりあえずね、今回やってみて分かったのは発火は1でいい。いや、あのね、ここの発火すごいなんかちょっと甘い香りするんですよ。甘いの初めて、初めての発火の。だから花との相性もすっごい良くて、うん、まあ、両方今回はこの発火を入れてるんですけども、梅雨のジメジメにもすっきりでちょっと吹き飛ばしていただきたいなと思っているんですけれども、一旦これをじゃあ社長がお持ち帰りいただきまして、じゃあちょっとこれでお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回2種類ブレンド
決まったんですけれども、ちょっとでもこのワハッカって京北町で作られてるんですよね。そうですね。またなんかあの前回みたいにあの村山さんところにお邪魔してね、とかいうのはできたりするんですか。はいはい、あ、全然できると思うんで聞いてみましょうか。はい、できればハッカーの農家さんとかも、はいはいはい、現場をじゃあちょっと見れるか、見れるんだったらぜひロケ組んじゃおう。またちょっと村山さんにもご挨拶にお礼ね、はい、お礼参り行きつつ、ハッカー農家さんのところにもお邪魔させていただければいいかなと思っておるんですけれども、確認しておきます、はい、お願いします。じゃあ一旦またベニアロマ第2弾始動ということで、お待たせしました。はい、第1回目はブレンド会ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベニチャンネルでした。バイバイ。バイバイ。